とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。おー、また入ってきてくれたね。ありがとうございます。助かります。楽しんでいこうね。ということで、今日は、イベントに来てます。多いな。ちょっと待って、なんだここ。むちゃくちゃ多い。なんかね、全部俺ゲットしたもんかと思いきや、まだ、ちょっとね、装備品が残ってたのよ。イベントの。なんで、それをね、ちょっとゲットしに来てます。次は、なんか武器っぽかったんだよな。うん。スカルの大釜はね、もうゲットしてるんで、多分それとは他の武器があるっぽい。どうもね。と、なんで、まあ、一応、イベントのものは全部、ゲットしていこうと思うので、取りに行きましょう。こっちで合ってる？合ってるね。はい。で、マルチプレイはね、もういつでも、まあ、いつでもっていうか、撮影してない時であれば、だいたい OK なので、入ってきてください。フレンドコード、まだね、登録してないっていう方は、コメント欄に、コードを書いてください。お願いします。あ、で、俺のコードもね、打ち込んでもらわないといけないので、まあ、とりあえず、何かの時は、コメントにコードをください。うん、こっちのコメントも、おー、コードも読みますんで、早いな！早い早い！バブルバスター持ってる！いいなぁ！バブルバスター、俺もこれ、むちゃくちゃ欲しいんだけどね。出ないんですよね。バーブルバスター。まあ、バーブルじゃなしにしても、浮遊攻撃がついてる、お、ピンクスポーンドレル。お、もういいの取ってるね。浮遊攻撃付きの、冬の指先もう俺ね、ちょっと探してるんだけどね。出ないなぁ。うん。まあ、冬攻撃だけだったら、あるのよ。うん、出たことある。でも、ちゃんとね、クールダウンショットと、ロールチャージ、もしくは、バーストボーストリングとか、アーティファクトチャージとか、そういうやつでもいいんだけどね。おお、なんか出たぞ。あ、ちょっと待って待って、あ、ちょっと待ってアイテムが多すぎる。もう、最悪だ。あ、アイテム多すぎるってか、クリア早くない？え、これ、裏道みたいなのあった？わかんない。まあ、ちょっと待ってくれてるから、俺も、幸運装備つけるよ。ありがとう。OK です。もうみんな、幸運つけたかな？大丈夫かな？いいっすかね。じゃあ、クリアしまーす。バブルバスターやっぱいいなぁ。いいなぁ。あー、で、イカのね、発光するイカ。はいはい。なんか影の衣も持ってるっていう話でしょ？なんかいいよね。うん。俺もね、発光するイカはね、いいやつ持ってるんですよ。でもまだ今んところ、装備はあんまりつけてないけどね。やっぱツタのアーマーが、俺は今のとこ一番好きかな。まあ、イカも使い出せば好きになってくるんだろうけどね。さあ、なんだ？武器だよね？形からして。キャキャ、なんて読むのこれ。キャキャ砲器？言いにくい。キャキャって言うよ。なにこれ？武器？武器だよね？ゾンビ特攻っていうことは、あ、これはあれか、破滅か。破滅だ。はい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 。大いなる破滅の、やつか。ゾンビ特攻はね、そこまで使えないと思うんだよな。まあ、場所によるけどね。なるほど。でも今回のイベント結構ね、もう厳選はできるかもしれない。
まずこのゴーディアンアーマーいいでしょ。これめちゃくちゃいいよね。で、そして、クモの巣の弓。これもいいんだよな。あ、これ売って、あ、いや、売らずに。これお供え物だ。うん。で、大釜と、ファントムの弓と、このキャキャホウキは別にいいとして、まあまあ、結構、厳選していっていいかもしれないですね。あ、だそうだそうだ。あれ、ゲットしてなかった。これでもらえるんだった。はい。ゾンビの豚をゲットしました。これ12回、イベントステージ。おーおー、失敗したぞ。12回ね、イベントステージクリアすればもらえるので、これはね、必ずもらうように、しましょう。ちなみにマントは6回クリアすればもらえます。よし。来たかな、ちゃんと。なんか変になったけど。あ、いるいる。ゾンビか赤ちゃん豚。あ、いいね。なんか、すごいハロウィンっぽい。うん。まあ、この武器はどうかと思うけども。まあまあ見た目はすごく可愛いんで。まあありじゃないですか。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。